琉球ブルーオーシャンズは沖縄県を本拠地とするプロ野球チーム。2019年7月18日に設立が発表された。運営は東京のスポーツマネジメント会社ベース。チーム名のブルーオーシャンズは沖縄の青い海と無限に広がる可能性へ出発するという点から名付けられた。元東北楽天ゴールデンイーグルス監督の田尾。 安氏がゼネラルマネージャーを務め、球団社長には元横浜 DNA ベイスターズの小林太志氏が就任した。本社は宜野安市に置き、宜野安市と浦添市を本拠地、宮古島市と八重瀬町を準本拠地とする構想。初代監督は清水直行が就任した。独立リーグには所属せず、将来日本野球機構が、 参入枠を拡大した場合に加盟することを目標に置いている。2020年1月から活動し、NPB のファームや独立リーグや台湾のチームとの交流戦を実施する意向を示している。オープニングゲームを行った沖縄セルラースタジアム那覇2019年10月29日、第1号入団選手として八重瀬町出身で、 元東京ヤクルトスワローズのヒアコン・ワタルの獲得を発表。11月20日にはトライアウト合格者を発表し、またよし両分ら19人が合格した。翌21日に前、中日ドラゴンズの亀沢京平の獲得を明らかに、下のを皮切りに吉村祐希、村中京平らさらに複数の元 NPB 選手が加入。2020年2月14日、 沖縄ケーブルネットワークとストラテジックメディアパートナー契約を結んだことを発表。同局のコミュニティチャンネルであるテレビに来にて録画を含む琉球の全試合を放映する。オープニングゲームは2020年2月29日沖縄セルラースタジアム那覇で読売ジャイアンツ3軍と対戦。ただし新型コロナウイルスの感染拡大の影響で 無観客試合でのスタートとなった。2020年3月6日、日本独立リーグ野球機構に参助会員として加盟。4月4日、前日の練習前に選手1名に発熱者がいたことを報告。練習を中止し、4月6日、同月16日まで自宅待機とすることを発表した。6月1日、球団代表の北川智也が代表取締役に移動し、 代表取締役だった小林が取締役球団本部長研究団代表となることを発表した。6月3日よりチーム全体の活動を再開し、6月27日に無観客で試合を開催、その後も試合を行っていたが、沖縄県での新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、8月8日から再び活動を停止している。なお、 初代監督の清水は2021年シーズンも留任。その一方で、タオが2020年11月9日付で退団したため、2021年3月1日付で、清水がゼネラルマネージャーを兼務している。8月18日に、 チーム関係者への新型コロナウイルス感染症 PCR 検査の結果、複数の陽性反応者が確認されたため、沖縄県の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が終了する9月12日まで活動を休止すると発表。この影響で対戦相手の九州アジアリーグでも全員の PCR 検査結果が出るまで活動が休止となった。 8月22日に球団は選手やコーチ15人に PCR 検査で陽性反応が確認されたことを明らかにするとともに11日から実施した九州遠征の際午後8時以降にアルコールや接待の提供を伴う店舗で飲食した選手、コーチがいたことが内部調査により判明したと発表した8月31日 規律を守っていた選手にプレイ機会を与える目的で3人の選手をベースボールチャレンジリーグの茨城アストルプラネッツに派遣すると発表した。2020年9月11日に社会人野球へ参加していた熊本ゴールデンラークスを母体にプロ球団を設立した上で2021年より発足の九州アジアリーグに参加することが発表された。この会見の中で 沖縄県の独立リーグチームと試合する予定で、あるとの言及があったが、その関与については、新リーグを発足、リーグ戦を戦うとするメディアと、単に対戦とするメディアに分かれていた。これについて、琉球側は、翌日に公式ツイッターで、来年設立されます九州リーグに加盟する、胸の報道がなされていますが、現状、そのような事実はございませんとして、 リーグへの加盟については否定した。九州アジアリーグが2021年2月に発表した試合日程では、琉球球団とリーグ加盟球団との間で交流戦が12試合ずつ組まれている。その後、8月に沖縄で大分戦が3試合組まれる形に変更されている。開催時に沖縄県で新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が発出されていたため、 無観客での実施となったが、16日と17日の試合は中止となった。ありがとうございます。